こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は足のむくみについてお話ししたいと思います。やっぱり最近ではテレワークっていうのが増えてきてると思うんですよね。でそうなってくると通勤もなくなっていきますので、歩くっていうことも少なくなるでしょうし、運動する時間っていうのも少なくなっていきます。またやっぱり家で仕事ってなると座ってばっかりになってくるので、どうしても足のむくみっていうのが出てきます。ですのでそういった足のむくみを取る方法を今回はご紹介します。で方法としましては、足の大小というツボを使います。で場所で言うとですね、この足があって親指と人差し指があります。でこの骨のぶつかったとこ、合わさったところに大小というツボがあります。でこの指をですね、こう親指でぐーっとゆっくりと息を吐きながら押していきます。だいたい5秒間ぐらいかけてぐーっと押していってください。で、ここからゆっくりまた5秒間ぐらいかけて離していきます。こういったことをですね、だいたい3回ぐらい行ってください。で、こういうことをすることによってですね、足のむくみっていうのがすっきりしていきます。で、この方法はお風呂でやってもすごい効果的ですので、試してください。ですので、皆さんも足がむくんできたなとか、足が重たいなって時は一度試してください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。